愛の高さかやまにそびえる天守はこちいじょうかけてこそ勝ちの功よなりがたし織田に豊臣徳川と主かえてのご奉公天才才女の妻千代に支えられたる功名で男性につかみとたる異国一条土佐は24万石よ山内一豊と妻千代の立身修正のあん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 ものがあたがり。千代、わしはどうしてもあの馬が欲しい。褐色赤木の差し毛に白毛が混じった見事な足毛ひばり。肩は怒るがごとく、またもたくましくあり。四足は力強く大地を踏みしめ、山鹿のように軽やかにわしの目の前を駆けて生きおったわ。まっこと日本一の名馬じゃ。だがのう、ついた値段が金十両。貧乏侍のこのカストロには到底手が出せぬ。所詮かなわぬ願い、夢のまた夢じゃ。カストロ様、その馬お買いなさいませ。ここに金十両がございます。この金子は私が嫁いできた折、婿殿の一大事に用立てるようにと、私のおじ上様が密かに鏡箱の底に使わせてくださったもの。さあ、今がその山内家の一大事、どうぞ存分にお使い遊ばせませ。千代、そなたという女子は愛分かった。わしはそなたのためにも武士の本懐を遂げ、一国一城の主になってみせるぞ。和豊様、空に響いた断崖告げる初の国、一陣二陣三陣と波やし打たせる馬印。あれは戦国の大名たちよ、過ぎりゃ織田家の家紋が通る。再び続く初代の羽柴秀吉重機の後に馬蹄カツカツ響かせて、足毛ひばりが現れた時、あっとどよめく10万の民。天守出場織田信長の史上名高き馬像。